のりくら岳。のりくら岳は、日田山脈南部の長野県松本市と岐阜県、高山市にまたがる、県が峰、標高三千二十六メートルを主砲とする、山々の総称。山頂部のカルデラを構成する、最高峰の県が峰、朝日岳などの八方を含め、丸リ天岳、富士見岳など二十三の峰があり、広大な裾野が広がる。 日田川の鉱山市街地などから大きな山陽を望むことができ、親しまれてきた山である。県が峰は本州を太平洋側と日本海側に分ける分水海上の最高峰でもある。山体は岐阜県と長野県にまたがる、活火山で日本で十九番目に高い山。活火山ランク市域象庁による常時観測対象の四十七火山に含まれるが山頂部に、 噴気地帯は存在しない。比較的新しい火山であることから、穏やかな山陽が特徴で、最新の噴火は2000年前の恵比寿だけでの噴火とされている。乗倉だ岳を含む飛田山脈の主な山域は1934年、昭和9年12月4日に、中部山岳国公園の指定を受け、長野県側の麓には、溶岩流で形成された乗倉高原が広がる。 1949年に岐阜県道の観光道路で標高2702メートルの畳平までバスが運行されるようになると大衆化し、雲上銀座と呼ばれ観光地として賑わった。長野県側からも畳平まで乗り倉エコーラインが開通し山麓にはスキー場が建設され、周辺には温泉地があり、四季を通じて美しい景観に恵まれ、 乗り岳の山域は、観光地、保養地として発展している。日本百名山、新日本百名山、新州百名山、岐阜百山、一等三角点百名山に選定されている。873年、上岸十五年の日本三大実録で、平野の国史の言葉が残されており、愛宝山、阿宝山と呼ばれその当時から霊山として崇拝されていた。 平安時代から室町時代にかけて国家で暗い山と呼ばれ1645年昭宝二年頃に乗り倉岳と呼ばれるようになったとされている1829年文政十二年の比州市では紀安が額と記されていた飛田川から眺めた山陽が馬の蔵のように見えることから蔵が峰、倉が峰と呼ばれていた日本には同じ長野県内にある 白馬連邦の乗倉岳をはじめとして、同盟の乗倉岳が複数あり、乗倉は馬の背に倉を置いた山用に由来している。新州では最初に朝日が当たる山であることから、朝日岳と呼ばれていた。最高峰の剣が峰の別称が、ゴ恩ゲ岳。魔王岳とマリシテン岳は円空が命名して解散したとされている。1963年。 昭和38年11月に、乗倉国民休暇村、休暇村乗倉高原の開設に伴い、板所平と金山平と呼ばれていた、周辺一帯が、乗倉高原と呼ばれるようになっていった。南北に多数の峰が連なることから、乗倉連峰と呼ばれることもある。日本の火山としては、富士山、御嶽山に次ぐ高さである。乗倉だけは、 複数の火山が南北に並ぶ複合火山である。仙町火山帯、仙町火山帯、百二十八から八十六万年前に活動した古希乗倉火山と、エボシ山帯、四津竹火山帯、エビス火山帯、ゴン地、高間ヶ原火山帯、三十二万年前に活動を開始した新規乗倉火山で構成されている。古い飛山帯の仙町火山帯と、 エボシカ山体では、侵食と崩壊が進んでいる。新規の飛山体は、山頂付近に分布する飛山体や山腹に分布する溶岩ドームと溶岩流からなる大規模な清掃火山。県が峰の噴火での直下西に、権ン池の加工湖が形成された。約九千年前に、現在のノリクラだけの山陽が形成された。山頂部は、南北キロメートル、山体は、 北の安房峠から南の野麦峠まで南北1 5トル、東西に3 0トル、山域の面積は約2 5 0トルと裾野が広いのが特徴で、飛田山脈の中では最も広い山域を持つ、乗倉高原などの8つの平原がある。火山湖と関富湖の12の池があり、山頂直下西にあるゴン池は日本では 御嶽山の二の池に次いで二番目の高所にある故障。あずさ川、神通川、日田川の源流となる山で、それらの分水嶺となっている。山頂付近の積雪が多く、乗リクラスカイラインの開通のために長期間の除雪が必要となる。夏でも一部の北東斜面などには、設計が残り、夏山でのスキーが可能となっている。 西山北の船頂火山帯の溶岩台地上の船頂が原から奥船頂にかけては地頭が点在する高層湿原となっている。100年活動指数と1万年活動指数が共に低い火山であることから活火山ランク C の指定を受けている。2009年平成21年6月に火山噴火予知連絡会により山体や細部に 地震活動が認められていることから、過去100年以内に火山活動の高まりが認められている火山として、火山防災のために関し、観測体制等の必要がある火山の一つの指定を受けている。火山性の地震群発は現在でも観測されている。かつ火山としての活動力を失っていって山頂部に噴気地帯はないが、床は、あずさ川の支流の最上流部では火山ガスが発生している。 周辺では、気象庁、国土地理院、防災科学技術研究所、名古屋大学により、地震計、傾斜計、空神経、GPS、遠望カメラが設置され火山活動の監視と観測が行われている。気象庁は2007年、平成19年12月1日に噴火予報で、平常を発表しており、噴火警戒レベル対象外火山であり、 2013年7月度の気象庁火山部火山監視情報センターの月例報告で火山活動に特段の変化はなく静音に経過し噴火の兆候は認められないと発表している。しかし1000年以上噴火しておらずそろそろ噴火をしても良い時期と考える火山学者もいる。2014年の木曽温竹山噴火災害を受けて ハザードマップが作成されていない状態の解消を目指し、乗倉防災協議会設置のための火山対策検討会議が行われた。山頂部には北から順番に以下の峰が連なり、乗倉十三砲と呼ばれている。その他の峰として、高間ヶ原、高間ヶ原二千八百二十九メートルと、金山岩、金山岩二千五百三十二メートルがある。 最高峰の県ヶ峰には一等三角点が設置されている。多くの峰は登山規制が行われていて、立ち入りが禁止されている。山頂付近には、以下の8箇所に12個の加工湖と、関止湖がある。古清掃の安山岩類や、加工岩類、低イサイト質の溶岩などで構成されている。乗り倉だけでは、パン非常カ残弾、ブレッドクラストボムが見られ、 河口付近では吹き飛ばされた古い岩石の破片、スコリア、軽石なども見られる。山頂付近には、喫香砂礫や乗船砂礫などの構造土が見られ、地理学者の田中赤丸が、日本の周氷河地形として初めて亀が池で、構造土を発見した。乗倉高原の鈴蘭には、武田信玄によって開発されたとされる、王妃鉱山があって、1640年。 寛永17年から1697年、元六0年にかけて盛んに銀が産出されていた。東三腹のあずさ川の支流湯川沿いの、白骨温泉では、石灰化、炭酸カルシウムの沈殿物が見られ、白骨温泉の冬休と、球状石灰石が1952年、昭和27年3月29日に、国の特別天然記念物の指定を受け、 自然保護の観点から、乗ラスカイラインと乗ラエコーラインで2003年から、マイカー規制が実施され、バスとタクシーを除き一般車両の通行が禁止されるようになった。これらの山岳道路では、麓の山地帯、亜鉱山帯、鉱山帯へと植生の垂直分布の移行を観察することができる。東側の乗ラ高原の山麓では、明治時代に、 牛の放牧と蕎麦畑の開拓が行われた。山頂付近のマリ支店だけ、標高2872メートル頂上の乗ラコロナ観測所で観測された、毎日の平均気温、最低気温、最高気温の月ごとの1971年、昭和46年から2000年、平成12年までの30年間の平地値を過表に示す。 1>, 1月下旬から2月上旬かけてが最も寒く、8月初旬が最も暑い。畳平へのシャトレバスの夏の早朝便では、カーエアコンで暖房される。また、年間平均気温、及び最低気温、最高気温の年間平均値を下表に示す。年間の平均気温の最低値は1986年の低、摂氏4.1度。 最高値は1998年の低、摂氏0.5度。9時と15時における風力の月ごとの1989年、平成元年から1997年、平成9年までの9年間の平均値を下表に示す。風向きは年間を通じて北西が主流となっている。冬季に風が強い日が多く、9時、15時の区別なく1から2月には、 風力4.9から5.2、風速換算で約秒速10メートル。9時と15時における月別天気出現率パーセント、%1968 から1997年の平均値を下表に示す。乗り倉だけでは夏に午後になると霧や雲の発生が活発になることが多く、他の山岳地帯と同様に午前中の方が天候が安定している。 畳平では、農務で、視界不良となることもある。例年9月末マイナス10月にかけて山頂部で、初冠雪し、6月にも雪が降ることがある。山域にはおじょ、東北のおさぎ、日本カモシカ、月のワグマ、岩ひばり、星ガラス、国の特別天然記念物に指定されている、雷鳥など生息する。月のワグマについては2009年に、畳平で、 バスターミナル周辺を襲う事件があり、9人の観光客が熊の攻撃を受ける騒動となった事例がある。雷鳥に関しては、長野大学生大学研究室により詳細な生息調査が行われている。雷鳥の乗クラだけにおける倉庫体数は1983年の調査では130%、1994年の調査では109%減少傾向にある。 環境省のレッドリストの絶滅危惧アイビー類の指定を受けている種。岩ツバメ、岩ヒバリ、カヤクグリ、ライチョウ、ルリビタキの繁殖が確認されていて、カラルイ、キセキレイ、ホシガラスなど多くの野鳥が生息している。白樺峠は、ノリクラ高原一帯を通過していく高あたりの観察地として知られていて、9月下旬にはサシバ、ハチクマ、10月中旬にはノスリ、 罪などの渡りが見られる。乗倉高原では7種のコウモリの生息が確認されていて、日本の固有種であるクビワコウモリの繁殖が日本で初めて乗倉高原で確認された。長野県の天然記念物の指定種の鉱山町のクモマベニヒカゲトミヤマモンキチョウやクジャクチョウ、コイオドシなどのチが生息し、岐阜県のレッドリストで指定を受けている高山ガノアルプスカバミシャク。 アルプスギングはアルプスヤガ、アルプスクロヨトウ、オーギンスジコウモリ、クモマウスグロヤガ、サザナミナミシャク、タカネモンヤガ、ナカトビヤガ、ヤツガガケヤガなどの確認記録がある。シムラウレエがノリクラだけで、高山植物の採集と研究を行っている。クライガハラとキキョウガハラでは大規模なハイマツの群生地となっている。コイワカガミ、キバナシャクナゲ、ミヤマキンバイ、クロユリ、 小草、岩木郷、四つ橋小釜などの植物が見られ、鉱山ならではの自然を堪能することができる。富士見岳、魔王岳などの風昇地には、小草の群落が広がっている。愛国岳は、山全体に、小草が分布していたが、人の増加に伴い踏み荒らされ大幅に減少した。雪解けとともに開花が始まり、秋には苔も,も、モモ、岳カンバ、チングルマ、 七か窓などの紅葉が見られる。江戸時代、王妃鉱山で銀を抽出する際に、焚き木や墨を作るために、のりくら高原周辺の原生林のシビソやブナが切り尽くされた。その結果、のりくら高原スズラン付近は、白樺などの虹林とスズラン、柳ランなどの草原となりっており、水場所などの高原植物も分布している。のりくら高原には、湿原があり、のりくらだけ湿原として、 日本の重要湿地500の一つに選定されている。この原高源は、連月辻の名所として知られていて、この原高源、連月辻群落が1969年、昭和44年8月5日に、高山市の天然記念物の指定を受けている。西面中腹の船長が、原の湿原には、木曽地鳥、小牧計層、毛船五家などが分布する。 当面中腹の暗いが原では、9月下旬マイナス10、月上旬頃に、七窯戸とだけ看板が紅葉する。乗倉だけでは、山徳から山上部にかけて、以下の植物の垂直分布が見られる。山岳道路開通に伴い気化植物が侵入し、飛田山無薬原産の大半ゴン層が、乗倉スカイラインの丘陵金所の上部の赤鉱残体、西洋タンポポ,ポが、 畳平の駐車場で紫爪草が鶴が池付近で確認されている。乗倉スカイライン沿いでは新葉樹の立ち枯れが確認されている。乗倉岳の鉱山帯と大部分の山域は国有林であり、林野町中部森林管理局飛騨森林管理所内にある。畳平周辺の多くの鉱山植物が分布する。 ハイマツは、林野町によりレクリエーションの森の、ノリクラ自然観察教育林の指定を受けている。畳平には、日田森林管理所詰め所があり、その南側のお花畑には観察用の木道が整備されている。ノリクラ地域の環境保全を目的として2002年、平成14年10月9日に、岐阜県議会で、岐阜県ノリクラ環境保全税条例が可決され、 2003年、平成15年5月15日のマイカー、規制開始時から、乗りラスカイランに乗り入れる自動車に対して、課税と徴収が行われるようになった。税収は、環境影響評価調査や、環境パトロール員の配置などの乗りラ環境、保全施策に使われている。課税標準は以下である。古くは、い山と呼ばれ、山徳から要配されていた。 日田川では大乳池付近、新州川では、のりくら高原山麓の四水神社付近に要配所があったとみられている。主験者が登頂するようになると、山頂の日田川に、のりくら大権源、新州川に、朝日権源神社が祀られ、霊山としての修行の場であった。同じ日田地方にある白山や、御嶽山と比較すると、宗教的な意味合いが薄い山であった。 日田川にはいくつもの信仰の道が作られ、麓には、のりくら神社が建立され、のりくら信仰が盛んであった。遠色商人と木次器商人が修行のために登ったと伝えられている。新州川では、奈良時代と室町時代には、水神の霊山として、江戸時代にかけては、戦の神としての信仰の山であった。当面標高二千百メートルの霊勢小屋脇には、 ノリクラ主権者の行場であった霊戦の遊水がある。1600年代後半頃には王妃民山の珍珠神として信仰された。霊勢小屋上部の大設計下には、江戸時代にノリクラだけを解散した法徳霊人の石踏みがある。18世紀末には、山頂の朝日権現神社でご来光を拝んだ者には、ご利益がある、とれ、ご来光もでが、盛んに行われるようになった。 古くから、高山市高根町の麦からの飲む口が、漁師や小牧悟りの人々により利用されていた。近代登山の黎明期には、地元のガイドと共に、ウィリアム・ゴーランド、アーネスト・佐藤、ウォルター・ウェストンらが登頂した。富山藩の漢学者、小杉福道が平湯から、植物学者の河野霊蔵と、矢沢米三郎が、新州側から登頂している。陸地測量部の立木清彦らが、 測量登山のために1894年、明治27年にのむ口から登頂している。本格的な登山道と山小屋が開設されたのは、明治末期から大正中期以降であった。乗クラスカイラインの開通などにより、標高2702メートルの畳がいらまで、バスや自動車で上がれるようになってからは、登山対象の山というよりも、観光客の山という意味合いが強くなった。 夏に、ふもとの中学校などの行事として、学校登山が行われている。例年乗りクラスカイラインが開通する5月15日に、畳平で乗り倉岳山開き祭りが行われている。山開き直後には登山道には、多くの残雪がありクラスとしていることもあり、アイゼン、ピッケル、ストックなどの雪山装備が必要となる。山頂直下北には、頂上後や売店のみがあり、 山頂には一等三角点と北側に、朝日権原社、南側に、乗倉本宮、奥宮、倉が、霊神社の二つの神社がある。岩場の山頂は、見晴らしがよく三百六十度の展望がある。畳平と肩の小屋に西側に、公衆トイレが設置されている。畳平付近にある、魔王岳、大国岳、富士見岳には遊歩道が整備されている。富士見岳からは、 基礎山脈越し、船長が竹と北竹との間に、富士山の山頂部の南側の最高点である、県が見ぬよわずかに望むことができる。各方面から登山道が開設されている。大多数の観光客やハイカーは、畳平から周辺や山頂を散策している。一部登山道は、閉鎖や通行禁止状態になり、暗号口、白骨口、野麦口は廃道になりつつある。 1919年、大正8年に、南安住郡安住村により、乗倉だけで最初に登山者用の山小屋の建設が進められていたが、完成間近に突風で倒壊した。翌年6の安住の村議会議員のつつきおとにより、現在の肩の小屋の位置に、間口六6軒、奥行き3軒の小さな山小屋が建てられた。当時は、乗倉小屋や、つつ小屋と呼ばれていて、 この山小屋の開設により次第に登山者が増加していった。1926年、大正15年番所大滝付近の麓に、鈴蘭小屋が建てられ、スキー客の宿として利用され、1929年、昭和4年に、現在の位置に移設して、年営業の山小屋として開業した。その後山頂周辺に、岐阜県山学会の小屋など4軒の山小屋が建てられ、 大衆登山の山となった。スズラン小屋の少し上部に1927年、昭和2年に冷静小屋が建てられた。リクだけの東表は、溶岩流のなだらかな斜面で、スキーに適した地形で全国の注目を集めた。これらの山小屋により、クラ高原からの登山ルートが築かれていった。肩の小屋は1961年、昭和36年に増築され、 収容能力を増し、登山者の増加に対応した。登山者用の山小屋が山頂周辺などにある。山頂直下北には1931年、昭和6年に建てられた売店営業のみの頂上小屋がある。山頂直下のマリシテン竹との暗部には、肩の小屋がある。畳平には、一般観光客向けの旅館タイプの宿泊施設である。乗倉山頂銀霊層と、 乗倉白雲層、畳平駐車場に隣接しており、個室もあり一般観光客の利用も多いが、相部屋中心で、付近の残雪が少なくなると入浴ができなくなるなど、設備的には山小屋である。がある。乗倉高原から、コースの乗倉エコーライン沿いの倉井が原には、山スキーなどに利用されるくらが原産層がある。南山独の野麦峠には、野麦峠を助け小屋がある。 東山6の乗の倉高原には、乗倉高原温泉ユースホステルの宿泊施設がある。船長尾根の登山道には1999年、平成11年に建てられた奥船長避難小屋、丸尾根には枯れ松平避難小屋、猫岳の北西には猫の小屋、十国山頂上直下には十国小屋の避難小屋がある。日田山脈南部の主稜線にあり、 手法の剣が峰から北に用だけ、十穀岳を経て十穀尾根が、安房峠まで伸び焼きだけにつながる、南に高間ヶ原と都安を経て、県海尾根が、野麦峠まで伸び、鎌が峰につながる。飛田山脈南端の山で、野麦峠付近までが、中部山岳国立公園の指定範囲である。本州における、太平洋側、木曽川と日本海側、品野川、 神津川の中央分水嶺が県が峰を通っており、この分水嶺の最高所となっている。畳平まで、乗倉スカイライン、岐阜県側や乗倉エコーライン、長野県側といった自動車道が通じていることもあり、日本で最も登りやすい3000メートル上級の山、ハイヒールでも登れる山とも称されてきた。しかし自家用車で、畳平の駐車場まで乗り入れのできた以前とは異なり、 マイカー規制により6にある専用駐車場などから、シャトルバスまたは、タクシーの利用が必要となった。高山市は、高明湖町より望む乗り倉だけ、夕焼けの乗り倉だけ、朝の乗り倉だけ、気郷ヶ原より望む乗り倉へ帽子だけ、布引きがき、五色が、原、五色が、原の森を池、十二が竹付近より望む乗り倉だけ、長山山頂道路より望む乗り倉だけ、木、 和田高原から望む蓮月知事と乗倉岳、野麦峠より望む乗倉岳、野麦峠の池より望む乗倉岳を、新高山市百景の一つとして戦している。畳平、畳平、岐阜県高山市乳川町は乗倉岳山頂部にある、恵比須火山帯の加工原。標高は、白山と同じ2702メートルで、日本最高車の路線バスのバス停がある。 乗クラスカイラインの終点であり、観光バスやタクシーが駐停車する駐車場がある。高山植物のお花畑には、木道の遊歩道が整備され観光スポットとなっている。高山植物の見ごろは6月下旬マイナス8月中旬頃、乗クラ自然観察指導員による自然観察教室が開催されている。周辺には山小屋などの宿泊施設と宇宙船研究所などの 観測施設があり、乗倉竹星空観察会が行われている。また、売店、食堂、自然観察指導所、乗倉山頂館郵便局、乗倉本宮神社がある。乗倉スカイライン開通後しばらくの間、鶴が池周辺では、立山黒部アルペンルートの雪の大谷のような雪の回廊が見られる。駐車場の五百メートルほど東の乗倉エコーラインの峠部、 長野県と岐阜県との県境、大黒岳、富士見岳などがご来光スポットとなっている。畳平へのペットの持ち込みは禁止されている。乗鞍岳の登録に広がる、標高1200から1800メートルの溶岩流の岩原で、三本滝、牛と名池、湿原など景観に恵まれた環境である。四月上旬マイナス五月上旬には、水芭蕉が開花し、 5月に入ると、白樺や唐松が芽吹き始める。牛と名家や一ノ瀬園地などからは乗り倉だけを望むことができる。古くは、主験者の道路となり、江戸時代には王妃銀山で銀の産出が行われていた。一ノ瀬園地では、蕎麦の栽培が盛んに行われている。MT、乗り倉、旧正の乗り倉高原温泉スキー場と、 旧乗倉高原以外やスキー場の MT、乗倉スノースマイルエリアのスキー場がある。スズランには、長野県乗倉自然保護センターがある。湯川から源泉を引導している、乗倉高原温泉、乗倉温泉がある。乗倉高原温泉、スズラン温泉、安住乗倉温泉、わさび沢温泉の総称として、乗倉温泉郷と呼ばれている。乗倉スカイラインが2003年に前から規制される。 以前の有料道路であった時期には自転車の通行が禁止されていた。マイカー規制後は自転車の通行が許可された。畳平付近の乗り倉エコーラインの標高2716メートル地点、大黒岳と富士見岳との安部、長野県と岐阜県との県境は日本で自転車で走行できる最も標高の高い県道の地点である。毎年夏に 乗クラスカイラインサイクルヒルクライムと全日本マウンテンサイクリングイン乗クラの自転車レースが開催されている。毎年7月の第1日曜日に開催される乗クラスカイラインをメインコースとした自転車ヒルクライムレース。岐阜県高山市入川町久市の殿下平、交流ターミナル標高線3 6 0メートルを起点として平湯峠を経由して、 畳平の鶴が池駐車場、標高2702メートルを終点とする全長18.8キロメートル、標高差1642メートルのコース。乗りくスカイラインが、マイカー規制された、翌年の2004年から始まり、2013年のエントリー数は1011名であった。毎年8月の最終日曜日に開催される、自転車ヒルクライムレース。 乗りエコーラインの鈴蘭から長野、岐阜県境までの区間、全長約 20.5km、標高差 1260m、スタート地点 1458m、ゴール地点 2716m、大会主催者側の交渉地のコースをひたすら登り続ける。1986年、昭和61年から実施されており2014年大会で、 実に29回目を数える、日本のヒルクライムレースの草分け的存在である。最近の自転車人気の復活も手伝ってか近年の参加者数は3000名を大きく超える規模となっている。国内では、合算、立山と共に夏スキーができる山として知られている。冬に積雪が多く、夏でも山頂付近の各所に設計が残り、県が峰の北東面の大設計と、 魔王岳北東面の鶴が池設計がスキー指定地され夏スキーやスノーボードで賑わっている。山徳には以下のスキー場がある。1934年昭和9年1月に開業したリフトなどがない日田乗倉スキー場が日田川の大根にあった。1997年平成9年に岐阜県小野郡入川村の村営スキー場として開業した。 ヒダノリクラペンタピアスノーワールドは2007年1月に廃止となった。南西山陸のこの原光源には1972年昭和47年に開業したこの原光源スキー場があった。ノリクラだけの再録の3000ヘクタールほどのブナと水ならなどの紅葉樹と米津川と白潮などの新葉樹の森林地帯で溶岩台地周辺の地形にいて出現。 滝などが点在する。588種の植物が確認され、多くの環境省のレッドリスト指定種が含まれている。多くの自然が残されていて、一般の入山が規制され完全予約制で、インタープリターによる周辺の遊歩道でガイドがやれている。2004年、平成16年7月に整備された周辺の滝巡りをするカモシカコースと池や湿地などを巡る、 白潮コースがある。高山市の陸倉山六五式が原の森が2013年平成25年3月21日に第8回エコツーリズム大賞の優秀賞を受賞した。周辺では温泉が湧き出ていて旅館などの宿泊施設がある。登録では1929年昭和4年に大野川まで自動車道が通り、1940年昭和15年には 福音4.5メートルの車道が、乗倉高原スズランまで開通した。山域の北端を、国道158号が通り、その安房峠の下部を1997年、平成9年に開通した、安房峠道路のトンネルが貫通している。国道158号の鉱山市側から、平湯峠を経由して、山上部の畳平まで、岐阜県道後乗倉公園線が通じており、 上部の区間は、乗倉スカイラインと呼ばれている。国道158号の平井温泉側からは、平井峠まで、岐阜県道485号平井区手線が通じている。山頂の北 2km の畳平、標高 2702m には、日本で最高所の乗倉バスターミナルがある。長野県の乗倉高原側からは、 長野県道84号乗倉竹線が畳平まで通じ、その県道の上部の区間が乗倉エコーラインと呼ばれている。1973年昭和48年に上高地方面から白骨温泉、乗倉高原、白樺峠を経由して長和温泉までの上高地乗倉スーパー林道の有料道路開通し、2008年平成20年に 無料開放された。山域の南端の野麦峠を長野県道、岐阜県道39号長和野麦高根線が通る。1973年岐阜県発の有料道路として開通した乗りクラスカイラインは一般車両が通行できる日本最高所の有料道路であり、終点は収容台数230台の畳平駐車場と210台の鶴ヶ池駐車場があった。 乗クラスカイラインと乗り倉エコーラインから畳平まで乗り入れる車両は年間20万台を超えていた。2003年から乗クラスカイラインの平湯峠ゲートより上部及呼び乗り倉エコーラインの三本泣きゲートより上でマイカー規制が実施されている。岐阜県側では農費バスにより赤んだな駐車場、平湯温泉と河野木平駐車場から 畳代来の専用シャトレバスが運行されている、例年除雪後に冬季閉鎖が除され、5月15日に開通する。長野県側では、アルピコ交通の松本電鉄バスにより、乗倉高原内の第一駐車場、第二駐車場、第三駐車場、三本滝駐車場から,ら、畳代来のシャトレバスが運行されている、例年除雪後に冬季閉鎖が解除され、 7月初旬に畳平までの全区間が開通する。7から9月の夏季シーズンには古来工事に合わせた早朝便が運行されている。ふもとの乗り高原からはその採用を望むことができ、高山市街からは大きな産業を見渡すことができ、高山市などの山麓の多くの学校の校歌で歌われている。比較的新しい火山であることから、 なだらかな女性的な山陽で、御嶽山と同様に遠くから眺めると、独立峰のように大きくその裾野を広げている。明治の歌人の長津仮説和の短歌を残している。深田久也は、日本百名山の著書で、乗倉の姿を一度見たらその山を忘れることが、できないだろう。と記している。麓の鉱山市の歌人、福田優作和の短歌を残し、乗倉だけの山陽を、 ふっつの行画に見立てている。また、賀の山の特徴を、乗倉の雄大、槍ヶ岳の謙春宇ったきの総岩を、尺上の帰還、白山の崇高と表現している。松本市などの学校でも高価に歌われている。乗倉クだけを背景として、玄華と岐阜町を描いたふるさと切手、五十円郵便切手の、国土緑、岐阜県が、2006年。 平成18年5月19日に郵便局から発売された NHK などにより、ノリクラだけを主題とした以下のテレビ番組などが放送されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。